さて、そのセレブリアンスカヤの座を脅かす存在の選手が続々登場します。ヨーロッパ選手権で2位に入ったこのベラルーシのオグリツコ。しっとりとしたボレロのこのリズム、日本ではなかなかその国の出場枠にとらわれてしまうということで、オリンピックなどではおなじみではないんですが、クラブ選手権は見られるということではいいことですよね。そうですね。非常に足の線が綺麗な選手で、また綺麗なだけじゃなくて使い方もうまいんですね。丁寧ですね。ですから上体の動きも滑らかなんですが、それ以上にこの足でも表現できる選手だと思います。鈴風さん、女性、同じ私たち女性から見ても鈴風さんももちろんお綺麗なんですが、足がね、綺麗ですね。本当につま先まで神経が行き届いてて、で皆さんそうですけれども、自分をよく分かっているんですよね。綺麗に出てらっしゃる。そうですね。ちょっとこれはですね、取り損ねですね。上位に行くには苦しいミスをしてしまいました。オグリツコ 0.001 で差がつきますから、今のミスで 0.1 だとするとこれはまずいですね。21歳、数少ない既婚者の一人でもあります。さあ最後は決められるか。ちょっと表情が冴えませんね。ほんのちょっとしたミスなんですけれども、ああいうところでこう立ち直れないと、後々こう小さくなっていくんですよね。ヨーロッパ選手権ではセレブリアンスカヤを下しただけに、なんとかこの4カップでも上位に食い込みたいところなんですが、ほんのわずかなミスで 9.69 に納得できない表情でしょうか。汗を拭い